一人で出て行っちゃうから心配で。それよりも、ヨウ君はお困りのようですね。うん、そんなこともあるかなって、電池も持ってきたよ。いいじゃないですか。一人で何でもやられてしまっては。私の存在価値もなくなっちゃうし。って、その手どうしたの？はぁ、もう無茶しすぎだよ。私自身がこんなだからね。あの道を通ったら絆創膏も必要になるかなって思って。まさかヨウ君に使うと思わなかったけど。絆創膏の前に出しておかないと。自分でやってなかったからやってるんです。ダメだよ、もう少し自分の体を大切にしないと。
ったことだし。どうしたの、ヨウ君、突然。しまいましたわね。一応ビニールシートはかけておいたけど、あんなの応急処置の類だし。二人とも大丈夫でしょう。
そうですね。喜ぶのはそれまで取っておきましょうか。こうして天と地とその万象とが完成した。神は第七日にその作業を終えられた。すなわちそのすべての作業を終わって第七日に休まれた。神はその第七日を祝福して、これを聖別された。神がこの日に、そのすべての創造の技を終わって休まれたからである。これが、天地創造の由来である。さあ、皆さん祈りましょう。you
ですね。ひなちゃんもとっても楽しみにしてるみたいだし。私たちは昨日も見てるけど、日の光の下で見るとこれもまた違って見えるものなんですね。陽介、あれ、ひなちゃん、新しい秘密基地はどう？うふん、よかった。外見も秘密基地らしくなったね。不思議な感じもするけど、すごくいいと思う。確かに秘密基地に名前ってなかったわね。他の基地との差別化も兼ねて名前はあった方がいいと思いますわ。